気をつけて持たない。以前同じものをどこかで。これ、ね、最初の入り口のところだ。な。これを持って入ると変わるっていう。玄関。あ、違う。鍵になるってやつ。玄関。そう、玄関。じゃあとりあえずまたあの背もたれから行こうか。セーブ？セーブはねこの先ある。そう、玄関にあるわ。通れないのかい。え、なんで通れたじゃん。通れなくなっちゃった。うわーってことはその間に敵が出てくる。てか回復アイテム少ないな。ハードモードでやってるからな。ハードモードだっけこれ。そういうモード選べないよこれは。選べないんだよ。おん、ここに来て単純に驚かすだけのギミックこれセーブポイント。カメラ構えたらなんかいたかもよ。でも青くなんない。セーブして、うわ、はい、いい、まあいいや。やっぱ千葉県内にある人工の滝がいいって、うん、人工なの？人工？なんてところ？人工の滝、なんとかの滝、豊房大滝、すごい良かったよ。それかな。この向かい側の、そっちじゃないよ。こっちか、うん、こねちか。そこ、そっちじゃないよ。ああ、そっちかそこだよ。こっちか。そっちだよ。ここを使うと。本当だ。そっち。ああ。グリーンガム。食い込んで食い込んで。のムチ。バンジーガムの話？違う。お、めっちゃ黄色い。なんだここ。全部あれか、忍者。忍者扉。服部くんと。全部。お。青い。新しいとこだから拾えるもんがいっぱいあるよ。なんで上を先に見るのか角じゃん、角。一旦離れたら。あれ、その左なんじゃん。あ、違う。わかりにく。遠いんだよ。ああ。悲しいのと怒りとあるね。悲しいの。悲しいの。このノイズみたいな音ね。ノイジーが。演出ですわ。え、今左下。なんかいたよ今。敵じゃないよ。よしよしよ。廊下をさまよう男。よく敵じゃないってお分かりになったね。こっち向いてなかったから。そういうこと。あ、お、そこ入れんじゃん。悲しみがかかってるから。でもここにね、万葉丸があるから。万葉丸だ、絶対。おお。神髄だった。いいもの。なんか手前になかった？手前に。落ちてるアイテム。角のところ。嘘。気のせい。うん、どれどれ。二人とも気づいてないんなら、俺の気のせいの気がするから。やだ。違う違う。そっちじゃないでしょ。こっちこっち。あんち。本当だ。お、しかも37式フィルム。なんだに。ここにもなんかさ、まだあんだよ。さっき取ったやつがまだ残ってんじゃない？解決してないから。違った。気になる。とりあえず入ってみればいいじゃん。なんでスルーするの？コメントこう。気になるじゃん。なんかあるの？あった。覗き込む男。もったいかけるもうじゃん。もったいかけられてる。何を？ここ行ってみる？ここじゃどんな感じになってるんだ。ここ一つの部屋っぽいな。そうだな、全部繋がってそうだな。これ走る。おわっこっち見んな。こっちは骨地か。喜び大きな。あー通ろうぜ。離れよう。とりあえずさっきのあともう一つの面を見る。あれだね、パズル的な。パズル&ドラゴンだな。パズドラって知ってる？何それ。いやー悲しそう。通るってできるよ。通れるの？とりあえず通ってみよう。
なんでさっきから撮んなかったの。いやちょっとどうなのかなって他の面は。ああ。そういう調べ方するやん。わかる。探さなきゃいけないの。まあ、トゲついてる。お前が見つけてこいよ。あ、お前が探してこいよ。はい、わかりました。なお強い。なし。強い強い。お、アイテムあるね。万葉丸欲しいよね。まあ、ね、せめてね。スーパー万葉丸。あ、ハイパー万葉丸。あ、そこに。本かよ。本かよ。儀式における面の意味。お縛りの儀式および鬼遊びの儀式は氷室家当主によって執り行われる。その際、はあ、当主は顔に面をつけて儀式を執り行うとされている。あ、これは巫女が現世に執着してはいけないという教えのためでなくと思われる。氷室の儀式は当主、巫女、鬼なども全て一族の中で行われる。つまり生贄にする側とされる側が近親である場合もあるのである。儀式において巫女が親族に思いを残せないように、あるいは親族が巫女への情を噛み出さないために面をかぶったのではないのか。隠し鬼の面に隠し鬼の面を潰すことも同じ意味が込められているのかもしれない。はあ、ちょっと何言ってるかわからないです。いっぱいある。お、これ取れるじゃん。これ取れないやつ。それは取れない。多分真ん中の今のなんかおたふくみたいなのが取れるはず。もうかかってるやつが。むしろここにお面かけてくんじゃないの。だけど、わかんない。多分 あれも場所合ってるのかなって。一瞬で。あ、タフクのお面。ラッコの裏側にさ。お面取っとこうか、とりあえず。あ、本当だ。取れんのかな。通る。通らない。あ、もしかしてこれ仮面と戦う感じ。ムジラの仮面。誰かいた。ネズミとかじゃない。え、見るの。よくできるな。戦いはごめんだ。戦いは目つぶされちゃう。そんなそういう普通にそういうこと。締め縄の。謹慎であることもあると。ああ、痛いよ。刺さっている。なんでこんなことする。お母さん白目だったのってもしかして。いやそれ関係ないでしょ。お母さんただカメラカメラ撮る人。ここで目がある人が気づいた。え、敵バレちゃった。今のはうわやめて。怖い話みたいになってるよ。お前だ。冷静にゆっくりやる気がする。意外にもこれをすぐ。お前それそうなるよ。え、どういうこと。音がしちゃう。柱すり抜けてくるよ。あ、そういうこと。柱を挟んで。じっとしてれば来ないんじゃない。とりあえずこっから抜け出そう。あ、もうダメだ。死んだ死んだ。なすすべない。なしい。はいよ。よし、新章。よし、新章なんだ。解消したことないね。ないんだよ。結構毎回が、毎回がボス戦みたいな。で別に普通のボスだろこれ。普通のボス。普通のボスだろ。普通のボスと中ボスとラスボスがいます。いえいえ。多分さっきさ一回写真撮った時に裏に写った順番にはめてけみたいなことじゃないかな。でもね、ワン方向しかさ。そこはまあ結局そこまでいけば2分の1だから。あ、でもこれだと分かんないな。怒りと悲しみ。これ書いてないの。あ、でもそれか持ってたら勝手に分かるパターンかもしれない。そんなに優しい人。
確かに。とりあえずこの要はこの部屋に入る出るをうまく繰り返して、あの4つの面を見つけた状態で中にいればいいわけでしょ。確かに、ここにこれをかけますっていう選択肢がこのゲームでないなるとは思えない。ああ、なるほどね。なるほどね。そこ出れない。そこの仮面取れないの。仮面は取れなそうだけど、出れそう。出れるね。あ、仮面も取れるのか。まあ、通るしかないわ。仮面ついてないと通れねえの。そうだよ。そう。そんなに難しいことで。え、待って、じゃあさ、他のこれ入った状態でさ、そう、内側に全部仮面がないといけないんです。はあ、じゃあ鍵ん？どういうことだ。仮面外す。外しちゃっていいです。これは外して大丈夫なんだよな。いや、あの部屋に持っていくのが合併に似てない。合併に似てないね。何合併って。そういうローカルネタ、そういうローカルネタ。カペに似てない。うちの近く自転車屋、自転車屋の店主。セーブしよう一回。怒ったところ申し訳ないけどすいませんって。俺めっちゃ怒ってんだけどすいませんね、本当に。すげえ怒ってる人に予想外なことすると怒んなくなるのかな。どういうこと？何急に哲学的なこと言い出して、まあって怒ってるのにナポリタンどうぞみたいな。そう、そういう感じなるかな。ナポリタンどうぞ。何やってんだよってなるかな。逆上するんじゃない？やっぱそうだろ。なんだナポリタンって怒ってんのにって。俺怒ってんねんぞ。怒ってる。ああ、わかりました、わかりました。怒ってんねんぞ。そういうコントがありそうだね。ないでしょ。あの東京03とかで。押し通る。こう回すんだけど、こう回すか回さないか半分ぐらいの時に面を取るみたいな。そうすると固定されちゃってる。ダメだ。今3つ持った状態ですね。あと1つ。あ、じゃあもう入っちゃっていいのか。うん。入れる。じゃあこっちから入れる。悲しみの。そうするとあの。お面が取れんのかな。完璧じゃん。ちょろちょろ。何も考えることなかったわ。何、ゼロってこういう何も考えなくてもできるゲーム。ゼロ基本的にちゃんと見てればね。パパでもできるんですよ。ナストキが基本的にないんですよ。基本的にディナーの後なんですよ。レイがいるとこを追っていく。写真撮る。写真が写ったところに行って。それ楽しいんですかね。パターンですね。撮る人なかった楽しみの面を。あ、でも最初出るために必要だったんじゃない。いや、そんなことないか。いらなかった。お前かい。ああいう顔たまにするよ。する。これ何、これさ、どうすんのこれ。出てあの仮面どこ行けばいいんじゃ。ああ。で、やっぱ仮面取んなきゃいけないの。え、あれ全部で5個あるってこと。ああ、やっぱ考える必要があった。バカにしすぎた。じゃあ、おたふくお面どっかにつけられるんじゃない。ここにつけられるんじゃないの。つけられんねんけど、あ、何決められてんの。そうみたいな。だからこれにおたふくつけんじゃねえ。そういうこと。おたふくがもともとあそこについてる。ああ、そういうこと。じゃあちょっと試しに、あの凡字、あ、扉の鍵が外れる音がしたって言ってるけど、この2つではないのか。その2つの扉ではないない。あの最初の驚いてた顔。毎回見せられるこの顔。
小さな音。もうこのパターンは初めてだぞ。あれ、知らないとこについて、うん、新しいところに。兄の残したメモ。あの白い着物の女性からは特別に強力な信念を感じた。おそらく彼女がこの屋敷の呪いの元凶だろう。この屋敷の犠牲者をこれ以上増やさないために彼女を沈めなければならない。失敗。彼女がこのように思い残していることを突き止めに一度捕まった私を解放した理由、それが手がかりになるかもしれない。お化けに捕まってなおかつ助けて。ここどこ。お、ニュープレイスじゃん。外っぽいね、なんかね、うん、最近スズムシの音が聞けるようになってきて俺嬉しいんだ。すげえうるさくない？それはオタクの家なんかブルってんだよ。ブルってんだ。ブルータスなんだよ。お前は37式万葉丸。うん、しかもあのあれ使ってないよねまだ。うん、強石。ああじゃあおみき。おみき。これ外っぽいな。あれかな、庭、うん、にこんなんあったかな。さっきあの死んでたじゃん、お母さんが首つってたあの辺になかったっけ。